Samueruki.王は直ちに出かけ、喜び祝って神の箱をオベドエドムの家からダビデの町に運び上げた。主の箱を担ぐ者が六歩進んだ時、ダビデは肥えた牡牛を生贄として捧げた。主の御前でダビデは力の限り踊った。彼は麻のエホドをつけていた。ダビデとイスラエルの家はこぞって喜びの叫びを上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を運び上げた。人々が主の箱を運び入れ、ダビデの張った天幕の中に安置すると、ダビデは主の御前に焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げた。焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げ終わると、ダビデは万軍の主の御名によって民を祝福し、兵士全員、イスラエルの群衆のすべてに、男にも女にも和型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を一つずつ分け与えた。民は皆自分の家に帰っていった。神の御言葉、神に感謝。地の主である父は称えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その時、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます。と知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰か。と答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。
主の御言葉、キリストに賛美。